どうも、菅田一です。本日は岡山県にあります、東寺ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブにお邪魔しております。ご存知の方もいるかと思いますが、2007年、石川遼選手がですね、15歳高校1年生で、史上最年少優勝を果たしたコースでございます。男子トーナメント、他には女子のステップアップとかもですね、やっている非常に歴史ある、そして素晴らしいコースと伺っております。頑張りましょう。はい、お願いします。ということで、前半が終了いたしまして、私が4オーバーの40、匠選手は5オーバーですかね、ゴルフをやればやるほど悩みが募るばかりです。悩むというか考えないようにしてるんですけどね、でもなんか最近ちょっと体に本当に反応し始めちゃってるっていう、震えが止まらなくなって、それが他のショットにも影響し始めるっていうことがちょっと今なんかしんどいですね。ちょっと378ヤードパー4、正面やや右からアゲンストです。完璧です。ど真ん中右からドローしてきましたよ。これなんで右利くなのよ。右行ったの、右行ったの、こっち。すごいインプレッシャーね。完璧。95ヤード。52度です。左足下がりです。マーク下を滑らせて。ちょっとね。ちょいフライヤー気味に気持ちいきました。78ヤード。ああ、違うね。下りのバーディーパットです。ナイスタッチ。448ヤードパー4、左ドッグレッグ、距離があります。完璧。この木のライン。完璧ですね。素晴らしい。完璧。カラスに当たる。カラス当たっちゃうよ。逃げた。餌じゃないよ。ああ、そんな行っちゃうの。191ヤード。5番。いい音したけどちょっと開いたか。ああ、バンカーかな。はい、178ヤード。はい。6番。6番やん。いいライン。うん、ナイスです。左足下がりのところに止まってます。嫌な感じです。ピンまでは35ヤードくらい。うまい。いけ。もうこれ寄るんじゃない？見えるんじゃない？もうすぐ見えるんじゃない？見えない。あ、見えた。ナイスタッチ。ナイスパー。うん、結構切れる。残念ボギー。はい、196ヤード。
かもなんか段の上ですね。ねえ、なんかちょっとコブがあってその上っていう感じですね。6番でいきます。はい、6番。ちょっと見てみよう。オフェンスが2度くらい。匠選手は左に打てという今お告げが告げられました。良いライン入ったんじゃないこれ。左行ったよ。段の下です。左に流れる。ちょっと待て。あ、打った。お、マジで。あれ同じ段ですか。波の上、右ラフからのアプローチ。おー、いい。もうちょい来い。下りスライス、バーディーパットです。いいラインですよ。曲がってこい。完璧。想像通り、描いた通りにボールがもう、とにかく入らなくていいから気持ち悪さを、気持ちよくね。433ヤード13番ホール、左ドッグレッグへ打ち上げのミドルです。お、いいライン。バンカー右の、バンカー手前ラフ。うん、開いた。ちょい右、この辺かな。斜面、あの日陰の手前くらいですか。7番。つま先上がりラフ。噛んでしまった。え、あ、いたいたいた。左奥。うん、これがセカンド地点の通常の景色でございます。たくみくん、バンカー後ろから165。アイアンいいですからね、高見くん。弾かれて左行きました。うん、右方向に逃げましたね。あの、小屋の方向に。ああ、すごい。カート道跳ねて。こちらです。木が上にあるんで高い球打てない。おっと、葉っぱでブレーキかけて、わー、惜しい。ちょっとフックラインも入りますね。わー、ちょっと前に意外と切れてこない。うん、ゴーゴーゴー、ナイス。うわー、全然切れなかったですね。打ててましたけど。トラブル。ひどい。ひどいです。412ヤード。木の上が一番いいです。あの変な、ちょっと木の上。一本木の上か、ちょっと右ぐらいが。おお、木の上完璧。ここをえぐってきましたよ。全然大丈夫だと思う。120ヤード。左から右になんか寄ってきそうな、うん、気配はしてる。阿部慎之助乗った。すごい、もう来た。113ヤードアプローチ。
左行ったけど寄ってく可能性はある。傾斜で右って行かない。これはギリギリ止まらないまでありそうですね。勝手の近くでは上がんなそうだけど加速しそう。途中が曲がったわ。ちょっと通り過ぎちゃうね。まあでもそこが止まる。ナイスパスライス仕掛けた。おちょ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 、入ってるし539ヤードです。あそこの段は超えますか。はい、段は超えます。すごいっすね。よし。イメージは山田哲人。おっと山田哲人がファールファールカーブで空振りした時みたいなね。髪の毛上向いちゃってる。うまいうまいうまい。ちょっと左のアンカーかな。こっち多め。227ヤードです。おお耐えて。あー惜しかったな。バンカーですね。右155ヤード8番。ちょっとでかいかもしれない。8番右手前ライは左足下がり入ってます。うわ風がちょっと左から来てるからね。バンカーに流されちゃう。うんそうなんだよね。こう2つ揃ってここにあります。私と匠くん迷う。うまい。うん。よう。ナイスパー。はい。It's nice snatch。445ヤード。めちゃくちゃ長いです。上げてますか、確か。うん。あーおー、左、盛大に左跳ねましたね。はあ、ナイス。すが逃げて。死ぬほど飛んでない。いい方向に刻んでいきました。はい、147ヤード怒りの3打目今日1飛びましたねこれ本当ですよ。多分15歳の時のりょうくんこの辺にこの辺のラフにいました。9番8番パターがいらないくらい寄せないと戦えない。うわうまい。ナイス。距離が残るとちょっと木がいやらしいところにある。見とる。右木に重ねてた。
おお、ピッチングで上の木に当たらないかな。これもう一回バンカーじゃないかな、たくんくん。石が。試練の16番ホールとなりました。3ホール分ぐらいだと思う。3ホール分やったね。3ホールも終わったぞ。うん、はい、217ヤード。バンカー深、左奥のバンカーは石川遼選手がチップインしたところですね。へえ、優勝を引きつけた。おお、ちょい右。この辺か。フェアウェイにある。4番、うん、うん。お、でも左行ったけど風来てるからちょっと戻ってきてる。いい刻み。このパー3の横はすぐ海が見渡せます。神奈川県の方はわかるかもしれないですけど、ちょっと葉山の景色と似てます。ただ向こう側に島が見えるんで、そこがちょっと葉山と違うところですね。右奥のピンの時に石川遼選手はこのバンカーに入れて、下りの超激速バンカーショットを見事チップインしたというホールです。ぜひ YouTube で調べてみてください。ちょっと打ち上げ放題、うまく拾ってゴーゴーゴー、まっすぐ前に跳ねてくれてよかった。いい、ナイス。おお、結構曲がっていく。おお、よかった。596ヤード。長い。この上がり長すぎるよ。すごく削られる。完璧です。バンカーの上ぶっ飛んでった。ちょっと右、バンカー方向。はい、落ち、はい、落ち、はい、落ち、はい、落ち。落ちた方がいいらしい。あー、微妙。うん、左はね、セーフだね。捕まってことないって言いましたけど。あれはセーフ？うん。いいですよ。いい景色ですね。170ぐらいとか良いですよ。うん。おー、ナイスアウト。景色はこんな感じになっております。たくみくんは、うん、右フェアウェイかな。239ヤード。右腕いきます。右腕。バンカー左。めっちゃ右キックじゃん。うん、バンカー手前ラフかバンカーかですね。はい、139番ピン左手前。いや、相変わらずアイアンが素晴らしい。当たりが、あ、すごい変なとこアップしてた。大きかったのかな。渚バンカー的な池とつながった。あっちは海だし、すごい綺麗な作り。そこのもう縁にうまく当てる方法しかない。いて、あじゃあ。
おお。スライスはちょっとしてくる。ナイス。曲がらない。すっ、はい、来ました。東寺ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブ終了いたしました。ちょっともう一回これはリベンジしに来ないといけないですね。多いっすよ。確かに。いやでも素晴らしいゴルフ場でした。ちょっとまたアプローチパターの病気をちょっと治癒してから挑みたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。